にちは、ラムコツポテです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、島村緊急作戦会議ということでですね、動画を撮らせていただきました。2月6日の土曜日に島村さんの方でムムさんのコラボ商品が発売されることが決定していて、すでにインスタグラムの方とか見るとバッグ、アクセ、グッズ、お洋服も発売が決まっています。約1ヶ月ぶりぐらいにコラボ商品が出るので、皆さんこう心の待ちにしてるのではないかなと思います。私もですけどね、いろんな商品が出るんですけれども、中でもこう皆さん注目されているのが、秋に出たバケツ型のバッグが今回春仕様でカラーバリエーションも増えて再販されるということで、狙っている方多いんじゃないでしょうか。前回ね、10月31日に発売された時に私買ったんですよね。それがこちらです。はい、これのカラーバリエーションが増えて、ここの巾着部分が これは冬仕様なんですけど、ファーで、ここが多分ね布になって春仕様になったものが発売されると思います。ね、コメント欄でね、前回買ったので使用感とか使いやすいかとか教えてくださいっていうね質問も来ていたので、振り返ってね、どんな感じかっていうのをね、お買い物の参考になればいいなと思って、今一度レビューっていうか商品紹介をしたいと思いますので、はい、参考になれば嬉しいです。はい、ということで、これはね10月31日に買ったもので、このグレーと茶色があったんですけれども、私はねなんかたまたま変えてすごいラッキーだったなと思ってます。はい、はい、そしてサイズなんですけれども、まずここの横のこの最大のここの一番広いところが30センチで、ここの一番狭いところが20センチ、そして縦も20センチですね。そしてマチが15センチとなっております。はい、結構マチはほぼ四角という感じで、本当にバケツ型のコロンとしたバッグとなっています。はい、でこれが取り外しできて、外側のこのバケツ型のバッグは太めのね合皮で編まれている感じとなります。で中はこんな感じ。はい、こんな感じ でショルダー紐もつけれますね。そして中に入れているこのポーチはこういう巾着型になっていまして、背中に茶色黒の布が貼ってて、このチャック付きのポケットが1つと、反対側にもポケットが2つついてます。はい、そうそう、でこのセットでね1790円だったんですよ。私最初2700円と思ってレジに行ったら1790円で、すごいビビった記憶があります。すごいさ、裏地もあってさ、しっかりしてんのに、これだけでもさ1000円超えでもおかしくないのに、すごいお得だなと思って当時購入しました。で、まあ、基本的な私の荷物は財布2つと、あとハンカチとスマートフォンを大体入れて持ち歩くことが多いです。はい、結構ね、前回の秋冬バージョンは歯が結構はみ出るぐらい分厚いですね。はい、こんな感じではみ出てる、はい、こんな感じで締めてこうやって紐垂らしてもいいし、はい、ここ開けてこんな感じで持ってもいいかなっていう感じですね。実際にこのように持ってみたらこんな感じです。はい、ここの持ち手なんですけれども、ここの始まりは太いんだけど、だんだん細くなっていってるので、こうやって手で持つ時にまあ細くなってくれてるので持ちやすいです。ただちゃんとこう重なるわけじゃないので、ちゃんと重ならなかった時にちょっと持ちにくいなって思うことはあります。あとは肘にかけて持つ持ち方なんですけど、結構ここがね狭いので冬は厳しいかなと思います。今オーバーサイズのアウターとかも流行ってるので、
春夏だったら全然いけると思うんですけど、ちょっと秋冬は肘にかける持ち方っていうのはちょっとできなかったですね。はい、なのでこうやって手で持つか、この付属のショルダー紐で肩掛け、斜め掛けでもいいと思うんですけども、肩掛けで持つっていう感じがいいかなと思います。まあ、ちゃんと底鋲もついてるんですけど、結構マチが広めでコロンってしてるので好き嫌いあると思うんですけど、ちょっとねこの辺が人となんかとぶつかったりとかしやすいかもしれないです。あとですね、ここに磁石がついてるんですよ、締めれるように。はい、なんですけどこのファーバッグを入れた状態では締まらないので、ファーを抜いた状態だったらここがマグネットで締まるっていう感じですね。はい、こんな感じ。なんかファーポシェット抜いた状態だと全然雰囲気違いますよね。今さ、ちょうどいい巾着がないからショッピング何か布を入れて持つのがいいのかなっていう感じですね。すいません。はい、はい、あとねバケツ型なんで結構広いので出し入れはしやすいんだけど、なんか中でごちゃごちゃ、広いからごちゃごちゃになるのがちょっと気になります。はい、ということで、はい、こちらのバッグ、バケツ型バッグのご紹介でした。土曜日の参考になれば嬉しいです。私もね、これ持ってるんだけど、やっぱりさ、今物欲モンスターだから、やっぱインスタとか見てたら欲しいなって思って、新色の緑と黒が今気になっています。はい、ということで、今後の発売予定なんですけれども、ムムさんが6日でしょ。で、新しくなんかインスタグラマーの枝さんっていう方も6日にコラボ商品初めて発売されるみたいです。はい。なのでそちらも気になるんですけど、ちょっとオーバーサイズ気味のお洋服だったのでどうしようかなと思ってます。10日の水曜日にプチプラのあやさんの発売があって、17日の水曜日にテラさんじゃないかって言われてます。私ね、なんかツイッターで間違えてつぶやいちゃって、テラさん13日じゃないかなって言ってたんですけど、多分17日ですね。なんで間違えたかっていうと、インスタのタイムラインなんか24時間しか表示されないやつ、インスタのやつでなんか電源 13% ないけどお話ししましょうみたいなの言ってたから、あ、きっとこれは匂わせで13日が発売なんだと、土曜日だしとか勝手に思ってたんですけど、すいません。なんかびっくりマークの数が匂わせだったみたいで、はい、私が完全に間違えてたんですけど、おそらく17日じゃないかと言われております。まあ、あくまで想像ですので、ちょっとこれが正確とは絶対言えないんですけど、間違ってたらごめんなさい。あと千島里奈さんは前ツイッターであやさんと発売日が近くなりそうって言ってたので、もしオンライン限定だったら、11日の木曜日とかあるのかなとか思っています。はい、こちらあくまでも私の想像なんですけど、まあ、6日と10日は今のところ間違いないみたいなので、はい、今週末から忙しくなりそうですし、お金も飛んでいきそうです。ということで今回は緊急作戦会議ということで、こちらのバケツ型バッグのご紹介でした。ぜひ皆さんの参考になればとても嬉しいです。そう、それでまた私が6日に何を買ったか気になる方はぜひチャンネル登録していってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画で。
お会いしましょう。バイバーイ。